おはようございます。4月13日木曜日の全国の天気をお伝えします。高気圧に覆われて東日本や西日本を中心に晴れるところが多くなります。ただ北日本では午前を中心ににわか雨が心配です。空の変化を気をつけください。また日本海沿岸部では髪が乱れる程度の強風にもご注意ください。そして上空の西風に乗って黄砂の飛来が続きます。特に東北エリアでは車にうっすら積もるレベルとなる可能性もあります。外出の際はマスクや眼鏡などでしっかりと対策を行ってください。そして気温は朝は放射冷却現象などで冷えるところが多いものの、日中は各地で20度を上回るところも多くなります。一日の寒暖差にはお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。